はい、こんばんは、山亮と申します。クリスマスケーキ&おせちカタログ徹底調査2024、さあ第2回の放送になってますかね。まあこれが評価の一つ目になりますけど、今回はローソンさんやっていこうと思います。でローソンさんどっちからやろうかなと思ったけど、一応順番的には一応クリスマスケーキおせちの順番で、やれるところなるべくやっておくようにしてもらおうと思います。あのおせちの方がまだ出てない、あのクリスマスの方が出てなくておせちしか出てないよとかっていうところはちょっとおせちを優先的にやっていく形になると思いますけど、まあなるべくねこの順番になるようにで、とりあえずできてきたところからね順次ねどんどん取っていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。とりあえずもう一通りね、もう今9月の下旬なんですけど、コンビニエンスストアさんの大手4店は全て出揃う。あ、ミニストップさんの、ミニストップさんのおせちのだけちょっとまだ出てなかったですけど、それ以外はね、揃ったんで、ひとまずまずローソンさんからやっていきたいと思います。ローソンさんの、クリスマスケーキ、あ、しまった、おせちのカタログが出てる。あ、ダメだ、おせちから撮ってんだ、ごめん。全部、まあ、タイトル見たら分かるか、おせち編ってなってると思うんでね、あれですけど、すいません。あの、おせちのデータが先頭のデータになってました。すいません。おせちからやってきます。すべて今のは忘れてください。まずは、では、おせちやっていきたいと思います。じゃあ、カタログ実際に見ていきましょう。おっ。シュードはデジムで切り替えるんだけどね、これこういう形でやってますんでね、間の音 どうなってんだろうね。そうそう、切り替えるね、やっと久しぶりにあのキャッチ使ったね、そうそうそう、あのキャッチがね、これね、あのこうやって切り替え時に出る、あの YouTube、 あの VTuber さんでも配信の時に使って、あ、これあの OBS なんで VTuber さんが使ってるのと基本一緒なんですよ。そうそうそう、あの OBS はねマジで便利なの。あの配信じゃなくてもね、こういった収録にも使えるんで、マジで便利なの。これを、あの今ね、録画用のデータ用のボタンを押してるんだけど、そのね、上にね、配信用のボタンがあって、これ押すだけで配信できるの。マジで楽なの。ほんとすごいよね、OBS って。うん。OBS なかったら YouTuber さん生きていけないよね、本当に。っていう話を置いといてね、おせち見ていこうと思います。そう、ということでね、表に出ているのが、まあ、こんな感じで、実際のね、カタログは私も、手に取りながら、ね、やっていこうと思いますけど、一応予約の期間は、17日から25日までね、やってますよということで、大切な人と特別なごちそうってことで、かなりあのいい感じのね、やつ三段重がね、ドーンと乗ってますね。まあやっぱしね、これ感じですね。で、ローソンアプリ、あの早期予約で最大3400円プレゼントってことで、だいぶね、大きいですよね。そうと、これはもう要はポイントでくれますよってことでしょうね。すごいですね。ということでございます。さあ、ということで、さあ、早速ね、カタログの中身を見ていこうじゃないですか。まあね、また美味しそうな料理が出てきてるんでね、またこれ腹減るんだろうな。夜中に撮ると腹減るんだよ。今、ちなみにね、時刻隠してるんですけどね、あれ、どれだったっけ、これか時刻隠してるんですけど、今ね、9時30分なんですよね。腹減ってくる時間なんですよ。ああ。ってことでね、さあ見ていこうと思いますけどね、おせち。さあ、ピラッてめくると何があるのかなというところなんですけど、よっこいしょ。こんな感じで、これが写真に、あの、後ろの背景の色が違うと、だいぶ別の料理みたいに見えます。これ、表に載っておった商品で、これが、この和洋中おせち三段重、これがフラグシップになってくるっていう形ですね。メイン、これが、まあ、いわゆる、一番売りたいですよというのかな、うん、っていうやつですね。あのそのままあのどんと、1ページ目持ってくる形ですね、で持ってきました。多彩な味わいが詰まったおせちで正月に彩りをということで、あらおせちと言っても、メインで持ってきているのがいわゆるクラシカルなおせちではなく、やはり和洋中いろいろとバラエティ入っとるでっていうのが、メインに来るっていうのは、これがやっぱコンビニおせちの特徴になってくるかもしれません。他のやつがどうかわかりませんけどね。さあ、ということでございますけど。よいしょ。ごめんなさいね。ちょっとこっちで作業して。
で、じゃあ商品をね、深く見ていきましょう。うちのところはね、これを見てね、あ、美味しそうですね、ピュッていくわけじゃないです。ここから時間かかってくんです。さあ、次のページ見てみましょう。次のページというかね、このページをしっかりと見ていきましょう。三段重ですね、1の10、まず品目がね、39品目、3、4人前を想定してるよっていうことでございますね。まあ、やはり、おせちになってくると、やはり3、4人前ぐらい、これサイズっていうのが、やメインになってくるんでしょうね。というか、まあ、これも一昔前だとね、基本的にはね、3、4人前じゃなくて、もっとね、大きい感じのやつが、結構来るような イメージだったんですけど、親戚っていうのが集まるよみたいな感じの、想定をしてるんだろうなってところですけど、まあ、最近はね、これくらいのやっぱサイズ、特にコンビニで、売るってなると、これぐらいのサイズがやっぱり、メインになってくるのかなってことでございますね。で、多彩な味わいが詰まった、おせち正月に彩るよということで、すいません。キーボードが弱いというのは気にしないでくださいということでございますね。39品目も入ってますよということでございますね。じゃあその品目をしっかりと見ていこうじゃないですかということです。まず1の10、栗きんとん、紅白かまぼこ、伊達巻き、鬼しめ、これふきと、穂先たけのこに、椎茸ですね。これマウス映る、あ、映るね。はい。栗きんとんこれですね。はいはいはい。で、マウスちっちゃい、けどね、で、紅白かまぼこ、伊達巻き、順番ですね、鬼しめ、西足はですね、ここに吹きとか入ってますから、これに鬼しめで、ね、で、次がたつ、ん鬼しめの時はたつくり、あ、こっちに来るのか、たつくり、紅白、なます、これですね、なますがあって、で、なますの次が、数の子は、こっちか、数の子がありの、さらに、エビのつやにですね、下ですね。やっぱ、エビがね、手前に来ると、やっぱ映えますよね。これも多分、あれですよ、色合い考えてるんですよね。赤の後ろに黄色。で、間に緑を挟むという、反対色をね、こうやって挟むことによって、で、暖色系を手前にどんどん、持ってくることによって、黒系とか赤、黒、赤かね、紫、茶色系とかね、そういった感じの、とか黄色とか、やはりね、食欲をそそる色っていうのは、このあたりの暖色系からこのあたりの色ということでございます。しっかりとそっとって、美味しそうに見えますね。いいですね。で、さらに、若桃の甘露、この間にあるこいつですね、若桃甘露に、ぶり、幽庵焼きですね。幽庵焼きって私は他のところで聞かないんですけど、一般的には聞かないですけど、なんかおせちの時になると聞くやつですよね。幽庵焼き。多分あれが日持ちさせやすいのかなってことですよね。で、一口にしん昆布巻き、にしんの昆布巻きか。真ん中とかですね、昆布巻きがあって、さらに丹波篠山さん黒豆。なんか、最近はちゃんと黒豆もこの丹波篠山さんを使うところ増えてますよね。すごいですね。ということで、こう、あとは、勾配寒天。寒天ってどこなの？これか。この黒豆の上に乗ってるこいつですね。勾配寒天ってことでございます。これはね、取り合いですね。大変だということでございますね。なるほどね。寒天なんですね。前こんな乗ってたっけな、あれと思いながらね。へえと。美味しそうですね。で、次の見ていきますと、まあ、ここは要は和のコーナーなのかな。で、2段目が、おこれはまた肉肉しい。いいですね。肉感ありますね。名前もだってカタカナ多いですもんね。はい、まずそれから、ペッパービアソーセージ。ビアソーセージなんて、この、こいつかな。左側のやつかなと思いますけど、に、コハダカブラ、それ、この下のやつです。コハダ、私ね、実はね、コハダ好きなんですよ。お寿司屋さんでもコハダがあるところ好きですね。下処理とかね、しっかりしてあるのがね、味がね、変わるんでね、その感じとかね、好きなんですよ。で、若鶏の、カポナータ。これかな、下のやつかな、カポナータかな。で、さらに、オリーブ。あれ、これオリーブ。これかな、こいつがオリーブかな。で、さらに、鹿児島県産豚の、黒糖ローストポーク。黒糖ローストポーク。こっちこれかな、うん、で、イタリア産栗のグラッセ。グラッセこれっぽいですね。で、グラッセって何なんでしょう。ブロークってなってるんで、あれかな、剥いてあるよってことかな。うん。で、牛ほほ肉の赤ワイン煮。ほほ肉の赤ワイン煮。これ、これが赤ワイン煮か。こっちがごめんなさい、多分。黒糖ロース。
ロースト、じゃあ、これが、カポナータかな。オリーブとか入ってるし、うん。で、そして、これごと、あ、ごめんね、こっちが赤ワイン煮かな。で、ドライトマトの赤ワイン煮、ああ、そしてあ、ドライトマトせいだから、やっぱし、うん。オリーブにしてはね、色が違いますもんね。うん。これ、熟してない、オリーブでも、うん、黒じゃなくて、確か、もっと、なんて言ったらいいのかな。黄緑というか、青緑みたいなね、色ですもんね。うん。で、いうことですね。で、ブロッコリーがあって、はいはい。ブロッコリーは味付けってなってません。で、カラフトマスのレモンペッパーは、あ、この、これですね、巻いてあるやつかな。で、あとは、トラウトサーモン、あ、これがスモークロースですね。で、レモンペッパーかこっちか。うん。あ、なんかレモンっぽいのかかってますね。アップにして、おー、かかってますね。こういうこともできますからね。で、うん。で、さらに、トラとサーモン、スモークローズ、で、いくら醤油漬けソースで、間に入っておいて、で、魚卵ずんだ、マヨネーズ、なんだ、魚卵ずんだ。なんか、確かにちょっとずんだ餅っぽい色ですけど、うん、枝豆が入ってるわけじゃないのかな。魚卵の、その魚卵をずんだに見立ててるのかな。で、マヨネーズが入ってて。ちょっとピリ辛な感じになってるのどうなんでしょうね。ちょっと気になりますね。味がちょっと、一番想像がというのは、なんかわさび菜っぽいですよね。色 で見たの、わさび菜じゃなくて、わさび漬けか。なんかね、みたいな感じありますよね。という感じで、次が三の重。やっぱ三の重大事ですからね。三重なんでね、私。ここは三重県なんでね、やっぱ三の重大事なんですよ。はい。三重の三の重は、どんな感じかというと、中華になってくる。こんな感じ。うん。イカの、松笠白醤油焼き、でもこの辺りちょっと和の感じもあります。これですね、イカで、さらに緑ザーサイが入ってきて、まあザーサイ中国かっぽい、エビチリもありますよと。これか、これ並んで入ってる。そうですね。で、なんかすごいの見えるけど、で、くるみの砂糖がけね、まあまあ、これもなんか中華のこういったのでは比較的よく入ってくるやつですね。で、豚角煮、はいはい、角煮ね、大事ですよ。で、中華卵焼きなんですね。卵焼きも中華、どういう感じなんでしょう。味付けがしっかりしてるのかな。なんかいろいろと具材とか入ってる、そうな感じですね。色合いも入ってるんで。で、さらに、ズーハー、こっからですよ。ズワイのカニ爪、ズワイが入ってますよ。あらららら。で、アワビのオイスターソースですって。あらあらあら、オイスターソースですって。カキとアワビですよ。あらららら。オイスターってカキですもんね。うん。で、ホタテのスモーク風味、ここか。ホタテがドンと入っていて。で、ここに、フカヒレ姿に関東風、クコの実添え。あー、姿にですよ。あー、おせちに。入っちゃってるんですね。フカヒレが。姿煮で。バラじゃないぞ。これ、バラか姿煮かでね、全然値段変わってきますから。すごいですね。こんなとこにフカヒレ入ってくる時代になっちゃったんですね。コンビニのおせちで、フカヒレが食える時代ですよ。すごいですね。で、菜の花。あ、これは緑のこれですね。色合いもやっぱ綺麗ですし、この辺りとか、やっぱ商品開発とかすごいですよね。すげえなぁ。はぁ、ということでございまして。さあ、ということで、これかなりね、豪華な感じがしますけど、これ果たしてね、これはいくらぐらいなのかな、見えるかなと思ったんですけど、その前にまずね、紹介が入ってましたね。ブリの U1 焼きって何なのかって、国産の油の乗ったブリを、柚子果汁入りのタレに漬け込み、焼き上げました。出世より縁起がいいとされています。ブリハマチですよね。っていう形になりますか。サワラもそうか。サワラは、ん?なんだったっけ、もう一つあります、ありましたよね。ブリハマチ、もう一つなんか読み方あったんですけど、なんだったっけな。あ、ですよね。ということで、ブリの、やつで、果汁入り、あ、ゆずの果汁入りだった、あ、だからゆずの字が入ってんで、U1 なんだ。なるほどね。なるほどね。そういうことなんですね。どうなんでしょう、四角の方とかだと、やっぱりじゃあ、U1 焼きって、比較的よく食べられたりとかするのかね。うちらだとどうしても、このお土の時にしか、かね、イメージかと思うんですけど、でもまあなるほど、美味しそうですし、それで漬け込みとかしてある分、やっぱ日持ちもしやすいよってことでしょうね。うん。普通に考えたら魚とかね、1日2日ですもん、大変ですもんね。で、次が、牛ほほ肉の赤ワイン煮も、ああ、それはうまいでしょ。ほほ肉ですよ。希少な部位の牛ほほ肉、赤ワイン、香辛料、野菜などで作られた風味豊かなソースでじっくり煮込み、柔らかく仕上げました。こんなの全部一緒にやってますもん、すげえ、すよね。美味しそうだ。もうただただ美味しそうだ。ああ、
ってことでございますね。頬肉いいですよね。あの頬肉のシチューとかでもつきほしい。まあだからシチューのよりご飯に合わせてる感じなのかな、かわいいんだと、っていう形でございますよ。これまた酒も進む、酒も進みそうなんだよ。これといいさ、これといいさ。いや、いいですよね。うん、日本酒と合いそう。うん、これはワインとも合いそうですけど、ワインになんてなんですけど。さあ、で、そこに見えますね。フカヒレ姿に関東風、関東風、クコの実添え。クコの実もね、いいですよね。天然のフカヒレ、天然のフカヒレを姿のまま、鶏ガラベースのスープに煮込んだ一品ですもん。だって、フカヒレっすよ。ああ、もう何年も食べてない。フカヒレの姿にってなると、本当に何、5、6年ぐらい食ってないんじゃないかな。最後にちょっとなんかのあれでね、あ、なんか中華料理屋行った時にね、食べたっきりですね。いや、すげえ姿にやーって言ってね、うん、自分の金じゃない時にね食べて以来ですね、ということでございますね。いやー、いいですよね、姿にはね。まあ、結局崩して食べるんやったら、これね、崩れとるのと変わらんやないかと思うけどね、やっぱね、このね、うん、質量感がね、もうね、人を幸せにしますからね。こんながっつりと姿に入ってるのもね、見ただけで幸せになりますからね、すごいですね。こんな写真で見たって幸せになるんだから、実物見ちゃったらやばいよ、これ。あーっていうことでございますね。さあ、ということで、これらのやつが、こんな感じでね、ちゃんと風呂敷に入ってきますよ、ということでございます、ね。で、宅配用には専用袋はついてきませんよ、ということでございます、ね。ああ、後ろが宅配するときの形になるのかな。っていうような感じで、風呂敷とかに入ってると、やっぱしね、一気になんかそ、あの、それっぽさが増しますよ。まあ、風呂敷っていうのはね、あれ、もともと何でしたっけ、風呂敷って、お風呂の敷物って書いて風呂敷なんですよね。で、なんだったっけ、確か、あの、昔はその、お風呂に行く、あの、なんていうの、あの、各家庭に今みたいにね、あの、お風呂がなくてでしたっけ。で、いわゆる銭湯みたいなところね、最近でも、まあ、でも銭湯とかありましたけど、なんか、お風呂に行くって言ったらね、その、外に出かけてお風呂に入りに行くっていうのが、まあ、一般的、昔からね、では、伝統的にあったというところで、その、お風呂に行くときに、なんか、いろいろとその必要なものをね、しまう、着替えだとか、なんだとか、かな、を、わーっとしまって、全部まとめることができますよっていう、ような、ぐらい何でも入、あの、入れれますよっていうようなこと、形で風呂敷だったかな、という形でございますね。いや、あの、本当に風呂敷ってね、ちゃんとマスターして使うと本当便利ですからね。まあ、この風呂敷どうなのかあれですけど、あの、本当ちゃんとした風呂敷だと、あの、すごく、あの、厚みもあるんで、あの、本当何にでも使えるっていうね、ユーティリティな、形なんで、しかもあの、いろんな形に合わせて、その、縛って、形を、あの、バランスを調整すれば、どんな形のものでも大体入れるっていうんでね、かなり実は有能だったりするんですけどね。まあ、なかなか、私は手先が不器用な、全然そんな使いこなせることもなかったんで、一応、2枚くらいありますけどね、風呂敷。うん。結局、うまいこと使い切れてないですね、って感じでございます。普通のタオルとあんまり変わらん感じになっちゃってますね。で、あと、祝い箸とかも入ってるんですね。なるほど、ということでございます。で、消費券はやっぱ1月2日って言っても、やっぱし、これだけのね、商品が入ってるんで、1月2日ってことで、まあ、2日ぐらいになるって形なんですね。3月日というよりはもう、ね、1日2日のうちね、食べきっちゃいましょうって形でございますね。なるほど。で、これが、価格で言うと、ドンと、ローソン標準価格が、店頭23,700円、税込み22,000円ですね。で、宅配だと23,500円、1,500円、これ送料込みの値段ってことなのかな。で、1,500円アップという形になってますよということでございますね。まあ、最近地図で送ろうと思ったら、もう単純にそれぐらいしますもんね。という形でございますね。いろんな早いとことかもありますよってことなんですけど、ちょっとこの辺りはすみません、うちの紹介でやって間に合わないかもしれないけど、早いとこいつだったっけ、早いとこの締め切り日、特に何か書いてあったっけな、どっかに書いてあったっけな、早期アプリ予約は12月1日、じゃあ間に合うか、無料券とかも12月1日までだから大丈夫だよ。うちの動画でもさすがに間に合いそうですね。うん、これぐらいの設定だったらいいかって、あの、あと、後々言いますけどね。あの、めちゃくちゃ早いところあるんだよね。うん。なんなんだ、この9月15日、23日で、あの、早割り、締め切りって、あの、早いって。
どことはまだ言いませんけどね、さすがにその回のところでちょっと、さすがに早すぎたら、ちょっとうちの紹介のやつ間に合わねえよって言うと思いますけど、って形でございます。まだ、早いところ早いですね、ということでございますね。まあ実際もう決め打ちする人だったらそれぐらいありないでしょう。うちはね、比較的こういうのあまり予約をして買う人じゃない。先が、休みの先が読めないんで、うん、今ね、正月によって決めようと思っても、正月にどういう予定が入るかね、結構直前までやっぱし、動きがね、直前でね、ちょっといろいろと動きがあって、YouTube なりね、本業の方でもね、ちょっと緊急のとかがあったりするとね、対応が変わったりとかするんでね、っていう形でございますので、ね、なかなかこういうのをね、予約でね、買っとくっていうのがね、ちょっと難しいんですけど、それまではね、もう完全に、明日のシフトがどうなる、休みがね、5時間後にならないと、今日、明日が休みかどうか分からないくらいのね、5時間後だったらですけど、まだマシンくらいのね、感じでね、なんなら休みって言ってたんですけど、急にシフトが変わってとかってね、いうようなことが全然ある、業界にいましたんでね、接客業とかだと、そんなのね、ザラなんでね、うん。なかなか、だから予約をしてね、前もって決めておいてとか、旅行もだから、どうしても当日によし、今日から休みが取れたぞ、よし、じゃあちょっと出かけるぞっていう感じの、動きがね、どうしても多いですからね。まあ、うちの動画のね、食べ物見てもらったら分かると思いますけど、宿とかもしっかり前もってね、1ヶ月前から宿を取ってとかね、そういうような感じではないですからね。っていう感じでございますので、なるほど、でもこういう、かけて、まあ、2万の300円になる。まあ、1人頭、4人前って考えたらね、4人前って考えて、4人換算で4で割ったら、5500円。ですね、1人頭5500円でね、まあ、2日楽しめとかで、1日あたり2500円とかね、まあまあまあ、意外とそうなんですよね、うん、っていう形にはなりますよね。いろいろとちょっと楽しみたいねっていうのでも、結構そんなに、震え上がる値段ではないですね、パッと見て2万2000円、ね、料理に39品目さんね、お正月の料理2万2000円とおっってなりますけど、意外とそうなんですよね。うん、まあまあ私はちょっとおっとなりますけど、まあまあ意外とエンゲル係数は高い、外食比率は高いって高いですかね、あれなんですかね、という形で2万370円と2万2000円ということになってましたと。これからフラグシップの商品になってくるなということでございますね。で、次の商品を見てみようかなと思うんですけど、次の商品がドーンとこれですね。これはいわゆるハイエンドモデルっていうのがこれになってくるのかなっていうところでございますね。和風おせち三段中四国ってことで、なんかすごいのいるよ。すごいのがいるよ、これ。品目数が、普通を設置三段中、至極ってなってるね。もうこれがいわゆるハイエンドですね。うん。最近マーケティングネットとか見てて思ったのは、一番高いやつをフラグシップとして一番最初持ってくるよって言って、合成見せるよっていうよりは、2番目ぐらいに高いやつをフラグシップに持ってきて、さらにハイエンドモデルを作りますよっていう。まあ、パソコンの、ガレリアさんとかが、ゲーミング PC を売るときの手法とかも結構そんなところがあるんですけど、いわゆる売れ筋モデルとやっぱハイエンドモデルみたいな、完全に突き抜けたね、モデルみたいなのと、うちはどっちかというと、そこからさらにミドルレンジモデルみたいな、フラグシップモデルよりも、もうワンランク、ちょっといろんな機能制限かかるけど、まあ自分の使いたい機能のところを絞って特化してっていうような感じで作ったりするんで、20万切る。ぐらいで作ってます。まあ、次作るときどうなるか分かりませんけどね、いろいろとパーツも値段が上がってるんで、ってことなんですけど、うん。で、パソコンの話しても仕方がない。ということは、これはもういわゆるハイエンドモデルですね。まあまあまあ、見て楽しみましょう。ということで、35人前。これも同じ3、4人前ですけど、品目数で言うと、ちょっと落ちるんですね。さっきのやつよりも少ないんですけども、その分、豪華なものがもういっぱい。あ、もう、だって見えてるもん。すごい。なんか、数の子見えてるもん。やべ。あ、やっべ。見ていきましょうか。国産食材を極めました。国産食材極めてるんですね。産地の記載がない食材も国産となります。すごいですね。調味料以外。国産でやったってんだぜ。昔じゃ考えられないよね。うん、本当に。国産品、コンビニといえばもう外国産品のね、おぞいたみたいなね、感じのイメージでね、
ていう感じだったんですけど、今やコンビニの方のがね、こんなしっかりとした食材を揃えれちゃうんですね。しかも全国でこんなのが売れるっていうのもすごいですね。ということで、まあ、見ていきましょう。あー、飯テロだ。一の十、あー、一の十がすげえや。だって、まあ、隣の方か。間違えてるね。これ、こうですね。そうそうそう。間違えて撮ったの、そのまますみません、出てた。1の10、こっちですね。伊達巻きですよ。ね。まあ、伊達巻き。紅白かまも、わからないでしょ。北海道産昆布の、昆布巻きってことで。昆布巻きもちゃんと北海道産ってなってますよね。そう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 。で、最近はね、そう、海苔とかでもね、よく見とかないと、実は中国産、韓国産の海苔って増えてますもんね。国産の海苔がね、デリバリー能力がそこはもう、限界来ちゃってるみたいですね。っていうことでね。うん。で、さらに丹波黒豆。これは岡山県産丹波黒大豆塩。すごいですね。岡山なんですね。はいはいはい。で、数の子なんかすっげえいるよ。数の子が。北海道産、数の子北海道産ですよ。わお。ね。で、若桃甘露煮に、いくら醤油漬け。これも国産ってことか、北海道産か。すげえ。芋あんくりきんとんね。はいはい。で、たつくり。すごいですね。まあまあ、クラシックな感じもありつつ、豪華なクラシックって感じですね。数の子とかもね、昔からある、ね、おせちの商材ですからね。で、二の重見てみると、クラシックなのにすごいね、この迫力。まずは、ゆず入りナマスね。はい、ナマスがあります。で、ぶり照り焼きもいますね。うん、これは照り焼きなんで、で、マダイの、白醤油焼き。うわぁ。もう素材でありかすごそう。で、さらに、瀬戸内産マダコの煮付け。瀬戸内なんですね。もうタコなんて、ほぼほぼね、モーリタニア産とかがね、流通では多いところではありますけど、まあまあ、この辺りでも一応タコは取れる。あそことかね、ひまかじまとか有名ですけど、瀬戸内も、まあ確かに内海の方でも取れるのか。そうですね。で、マダコ。あ、すごいですね。マダコですよ。あー、水タコじゃなくてマダコなんですよ。すげーな。煮つけて、北海道産、ホタテの最強味噌焼き。ホタテが知ってまえ、こんなに入っちゃってるの、こんなに入ってるの、もう、うわぁ、鮭味噌焼きはもう、ホタテですよ。で、鹿児島県も、北海道から鹿児島まで沿って、車エビですって、ああ、つくやに。車エビだよ。バナメイじゃないんですよ。バナナエビじゃないんですよ。車エビ、すっげーなぁ。かぁ、出せばこういうの買えるわけですね。で、国産黒アワビ、国産黒アワビですって。もうこれだけでもう、これ一品、全部これ一品あったらもう今日豪華な飯やねってなのか。でも入っちゃってるよ。それね、うまに。で、牡蠣スモークオイル。かあ、これか、牡蠣が入ってる。結構入ってるね。牡蠣しっかり入ってるね。はぁ、牡蠣センスが。はぁ、で、金柑甘露煮が、これね、金柑入ってますね。で、さらに、バイ貝ね、うまにっていうことで、最近はね、貝がね、どんどん値上がりしてますからね、すごいですからね、いや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 、そこに国産品はね、なかなかね、どんどんとね、なかなか、流通量とかも兼ね合いもあってね、重要の割に流通量がね、どうしても減っちゃってるとかが出てきちゃってね、大変なところです。うわ、すげえや、入ってますよ。もう満足した気がするんだけど、3の10、まあ大事ですもんね、やっぱ3の10。やっぱ見えたるものね、3の10、相当すごいのが来るんじゃないかな。まあ別に見切るのあれじゃないんであれですけど、さあ見てみると、ね、まあ先に出てたんであれですけど、いや、すっげえ。ああ、何がびっくりしたってさ、まず鬼しめ入ってますね。はいはいはい。もうこの辺り、さて行こうか。で、銀杏も入ってますよ。ああ、まあそれは銀杏も入りますよ。あで、湯葉。巻き、ああ、湯葉巻きすげえな。実は湯葉巻きすごいよね。これもね、ローストポーク、はい、ローストポークもいますよ。で、奥三河鶏ですね。はい、塩麹焼き、はいはい。ポーク、鶏で、なんと、伊勢海老ですよ。これ私、去年の記憶間違ってたあれなんですけど、コンビニで伊勢海老っていた？確かロブスターしかいなかった気がするんだよね。そう、ヒゲがピーンってなってるんで、あれとは思ったんですけど、これね、伊勢海老なんですね。ついに
コンビニのおせちで伊勢エビですよ。あ、去年もあったらごめんなさい、あれなんですけど、確か去年はねロブスターだった気がするんだよな。で伊勢エビ入ってるところはその三重県なんで地場のところだと意外とあってね、島産伊勢エビとか使ってるあの牛トラさんとかね、あと島スペイン村さんのおせちが確か結構しっかりと使ってあって、こういうあんたこんなところも食材手抜かねえのかよってね、驚いた記憶がありましたけど、でいうところなんで伊勢エビすごいですね、これじゃないですね。で今日がもの燻製はで国産豚のうまみ、あとかロブスターだったら海外産ですもんね、そういうことが全部国産ってこと、これ伊勢エビ入ってんだね、すげえね、角煮も入って、いやーすーごいね、ローストポークに国産豚の上に食い応えあるようでうまきっすよ。これうなぎもじゃ国産なの、いやこだわりすぎでしょ、あんたちょっとこだわりすぎでしょ。で何が出てる、北海道産カルトとかね、そうニシンの卵なんですけど、北海道産普通で、ね、あの前まではロシア産とか多かったんですよね。あでもそうか、ロシアから輸入規制が できないのか、っていうかね、まあ、でどうせ北海道にするんだったらドンとって感じなのかな、使用したハブタイプとか大ぶりな数だと、うわー入ってくるんすね、こんなのが。すっげえ。で、国産黒アワビのうまみですって。黒アワビを醤油ベースの味付けで煮ちゃったんですね。程よい弾力と一緒だから、すげえ。これ一品頼むだけでもプルプルしますよ、普通ってね。で、さらに鹿児島県産の車エビですよ、つやに。車エビだから、まあ、でっかいプリップリしてるわ。うわ、すっげえ。生き締めした。こっから鹿児島県産の生き締めした。車エビ、醤油などで味付け。うまそう。すげえ。で、入れ物も豪華な感じです。風呂敷の感じもなんか、ちょっとこれ分厚そうっすよね。パッと見た感じで、もうそれで豪華そうですよね。祝いはしまいますし。まあ当然2日までになりますけど、すごいですね。で、お値段がもう見えてたけど。税抜き4万6996円、税込みで5万円。おぉ。これはちょっと山田さんもこんなのをね、ような人間になってみたいですね。今の私はね、あの教務時の舞台から飛び込んで5万を取ってくるね、すげえなー。だ5万1500円ね、はい、いや、あの持って帰るの怖い、1500円で運んでくれるんだったら、この価格帯になってきたら宅配のがいいかもしれないね。なんか、手取り受け取るのちょっと怖いよね。支払いするのもね、手取り支払うのちょっと5万円ってね、ちょっと勇気いりますよね。おぉ、すごいな。すごいね。だって、ね。ボーナスぶっ飛んでくるのってね、すっげえな。どういう、これ、やっぱどういう層の人が買うんでしょうね。やっぱ相当あれでしょうね。もう社長さんとかでしょ。役員さんとかでないと、これは5万円の先はいけんしょ。すごいな。いやでも写真でね見させていただくだけでもありがたいです。まあこれ概要で早いと思ってですね、まあうちもね YouTube やってる以上はね、いつかは至極こういうのもねいけるような人間になってみたいもんでございます。今はねとてもじゃないけどあれです、とてもじゃないけど手形とかね、これすごいですね。いやー豪華。でもこんなのがコンビニで買えちゃう、全国どこのコンビニでもこれで全国北海道から沖縄でも買えるんかな、ですよね。全国で買えるよ、ローソンで。あなたの街の、あの近くのローソンで。ね、買えちゃうんですね。すごいなぁ。はぁ、ということで、まあ、ほぼほぼこれでね、メインどころな感じはするんですけど、他にもね、いろんなアイテムがあるんで、それもちょっと見ていこうじゃないでしょうか。まあ、この2つですね、やっぱローソン自体なんで、この2つ、まあ、特にやっぱり売り込みたいのは、やっぱり三男女の方ですよね。2万円だって倍以上ですもんね。これだと1人頭、4人関西の1人頭1万2500円。1万2500円。すごいよ。うん。ああ。
これ見てご飯3杯ぐらい食えそう。これ見ながら酒飲もうかな。酒相当進みそうだ。って感じでございますね。じゃあ他の商品もね、じゃあ、バラエティというか他のやつもね、いろいろとね、ちょっとその辺をさっと見ていきましょうかね。あ、もう35分喋ってんじゃん。うそ、やべえ、やっぱ今年もとんでもないことになるんだこれ。うわー、そして、クリスマスケーキの情報は無理だねこれ。はいはい、ここで次のページを見てみると、こんな感じですね。これは次のページが仙台さんですね。はい、三河仙台さんの、これは東海限定なのかな。全国的にやっぱ仙台さんで言ってるのは、ちょっとすみません、もしかしたら、カタログか東海地方のね、私、四日市なんで、カタログなんでかもしれませんけど、仙台さんのが入ってますね。で、吉寿仙、これは何て言うのね、仙台特製の、吉寿仙、吉寿仙かな。で、和風三段中とかですね、伝統的な具材を始めた和風おせちですね。いやー、いろいろ入ってます。41品目、いろいろ入ってますよ。はい。パッと見てみると。いやー、これ、いろいろ入ってていいですね。ちょっと、お待たせしたと、ここで全然あるような気もしてきた。こういう感じで、どんと入ってます。はい。1段重、1の重、これ、1の重と分けてないな。1の重が、タコの、オグラ煮だとか、ちょっとすみません、自分の方の資料見た方が見やすいや。タコ、オグラ煮から、昆布巻きに、で、手まり餅とかが入って、このあたりですね、手まり餅、金箔、黒豆金箔が入ってきちゃってるね。黒豆金箔どこ、ああ、後ろいた。金箔乗せてるのに、エビさんで、ね、慎まれやかにしちゃう。このあたり三河ですよね。このあたり三河ですよね。金箔を手間にドドーンと持ってくる、終わりはなんか持ってきそう、来るイメージがあるけど、ね、金箔ドーンとか、ね、金のシャチドーンみたいな感じでね、はいはいはい、ありますけど、まあ、この後に三河感感じますね。後ろ金箔乗せたら後ろエビで隠しちゃうみたいなね、すごいですね。うわ、金箔に乗って、で、渋皮付き、栗きんとんに、ごまさつま、これはすごぼうかな、すごぼうに、祝いエビもね、あいちゃんと言いますよ。白花豆、あ、これか、あ、花豆、これあれかな、豆が入ってるのかな、この中に。で、たつくり、に、だて巻きもありますよ。イカの、松かす白焼き、あ、イカも入ってるんですね。で、あかね新庄、あかね新庄、これ、隣のやつかな、あかね新庄、なんなんでしょうね。で、かつのこの、これはべっこう漬けですね。はい。かつのこべっこう漬けってなってます。甲っていうのはもともと亀の甲だってあれなんですけど、ウミガメの甲羅だったかなを使ってっていうようなあれなんですけど、まあ、そこから転じて今のべっこう模様とかのあれになってますけど、うん、これは別にウミガメ使ってるわけではなく、多分べっこう飴とかに使うべっこうのべっこう飴の現状のやつで取り込んであるとか、そういう感じなのかなってことですよね。そう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 。べっこうって言うとね、そういうような感じで、まあ、平安時代とかまで、装飾とかで、本当に亀の甲羅とか、ウミガメの甲羅とかってたらしいですけどね、まあ、今の使ってるメガネとかで見るべっこうっていうのは、別ですけどね、うん、作ってるやつなんですけどね、ってことらしいですけど、で、あと、サコシのほぶじめと、いろいろありますね。で、さらに、ゆず鶏つくねとかが入ってるのは、どこだ、紫芋、金と紫むき、金とんすごいね。栗金とんあって、紫むき、あ、これが紫むきんとんだから、こいつですね。とかがある、すごいな、これ。こんにゃくにもあるし、紅鮭の白醤油焼きもあるし、結構好きなのいっぱい入ってるな。あとは、わがももがある。まあ、これも手羽に入りませんね。で、魚の子うま煮って何、魚の子うま煮って何なんだろうね。で、本使いガニの、あ、ゆうわん、ここにゆうわんが来るんですね。はははあ、でも、ゆうわん焼きって、さっきのゆうわん焼きはゆずのあれになってた。これ、よく見てみると、ゆうわんのゆうの字が違うんですね。あれだよね、ゆうわん焼きって、ゆずだったらね、そうですね。
も多分同じ溶岩焼きだから、これも柚子のそれの詰め込んであるんだと思います。食ってねえから、ね、食ってみてや。ね、いいな、食ってみてな。で、紅白ナマス、紅白錦糸巻き、たらうまに、に錦卵、あ、これか。こう、黄色と白で、ね、錦卵で、アワビ、ウーマンにもあって、ちゃんとアワビも入ってるんですね。で、紅白の祝い袋、何が入ってるんでしょうね。これは、勝手のお楽しみってことですかね。で、さらに、鶏の三色巻き、これあたり肉メインな感じで、ああ、いいね、いいね。やっぱ肉メイン、いや、肉ね。幸せです。肉こぼの竹蓮煮に、梅新醤、梅新醤、これか。うん、で、くるみに、湯葉うまに、新緑ふくさ、これかな。うーん、ふくさって、なんでしょうね。で、ちょっとふくさってなんか、あれですよね。財布みたいなやつのこと、ふくさって言いますよね。昔の財布みたいなやつのこと、ふくさって言いますよ。今では、慶長寺、のね、頂点を入れたりとか、なんか、いろいろ使ったりとかで、いうのを使って、見ますけど、はいはい。で、さらに、赤西の、赤西街の馬に、いくら醤油漬け、椎茸馬に、寿木高野豆腐、ローズサーモン、イカ、魚卵、イコミ。魚卵イコミってまだなかなか、あ、これか。イカに魚卵を中に入れ込んでありますよってことですね。イカ魚卵イコミで焼きホタテと。そして手前にありますね。と。で、これが入って、ちょっとこれ、値段が1万5000円。あら、ね。うん。いいですよね。結構いいですよね。多分量が、量的には多分オリジナルの方がちょっと量、全体的に量は多そうなのかなっていう感じですけど、そんなこと、あっちが3、4人前で4人を意識した3、4人前に対して、こっちはちょっと3人前意識した3、4人前な感じはしますけど、なんなら2、2人とかで食べるんだったら、これ、1人頭ね、あれで、いいんじゃないですか。これ、いいですね。結構いろんな品目がちゃんと楽しめるもんですもんね。し、やっぱ和にどっかしてるんで、おせちっぽいものを食べたいよっていう感じで行くんだったら、これだったらおせちが本当に3品目はね、41品目もこういったクラシカルなものをしっかりと揃ってますからいいですよね。はい。で、さらに、これは、最下線和風三段重ということで、さらに三段重が別途あって、こっちの方のが品目が相当多そうかな。ですね。うん。これちょっとすいません、ちょっとぼやけちゃってるんで、重たいぼやけてやってんな、すいません、あれですね、ちょっとパッと読んでいきますけど、まあ入ってるやつはそんなに変わらんかな。スゴボウ梅岩城、60品目だから、いや多いわ、めちゃくちゃ多いわ。スゴボウ、梅新城、さわら西京焼きとか赤酢赤だから南蛮漬けも入ってるんですね。南蛮漬けに、栗きんとん、手まりもちまんじゅう、イカ魚卵、イコミマサキもあったね、白花豆とか、この辺とか入ってなかったっけ。作りロブスターが入ってるね。あ、これはロブスターですね、ちゃんとロブスターってなってますね。はい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 。でも立派ですね。で、べっこう漬けとかも入ってるし、赤字のこのべっこう漬けも入ってるし、赤だし状に、昆布巻きに、イカゆず、ジュレ、あれとか入ってる。イカもいろんなバリエーションがありまして、で、さらに紅白なます、伊達巻き、魚の子、ウバニとか、タコ生姜っていうのもあるんですね。なるほど。この辺りに入ってるやつかなと、タコ生姜とか、あったりだとか、サゴシの昆布締めに、さらになんかいろんな、これは、あれですね。和だけじゃないんですね。二の重あたりからちょっと変わってくるね。白身魚の、エスカペッシュの何、照り焼きホタテに、若桃の甘露にくるみに、さらにパストラミでしたね。ビーフパストラミ。なんかどっかのところで去年ありました。ビーフパストラミってやつがあった気がする。間違ってたらごめんなさい。シリーズをね、全部見直す記憶はわかんねえんだ。俺でも。何十時間だよ、あれ、本当に。で、イカのスモーク風味に味付け、肉団子、エビマヨ、祝いエビ、紅白、祝い袋に、アワビ、ワニ、この間、新緑福座とか、まあ、で、カニの紅白、テリーヌなんて入ってますよね。ユーバー、ウマニにごまさつも、強弱すごいな、ね。で、タコのオグラニは何なんだろうね。オグラニってあれかな、
甘く煮てるのかな、うん、で、さらに、エビとブロッコリーのテリーヌ、テリーヌ、テリーヌですよ、すっげえ。テリーヌパラストに、さらに白テリーヌに、こんな、ブロッコリーテリーヌもある。すごいですね。テリーヌって何なんだろう分かってないけど、ゆず鶏づくね、鶏の三色巻きに、エビのマリネ。マリネはなんとなくわかるね。うん。マリネですよね。食べたことあるよ。うん。酢かな素で相手、素合いかな、なんか、万人ですよね。はいはい。やめとこう。これでしょ、ポケットホール。で、三段重は変わったのあるかな、鶏塩麹焼き、全部体的に変わってるわ。マモカリの酢漬けの柚子風味とか。おー、とさらに、イカ黄金焼きに、紅白結び餅に、椎茸うまに、高野豆腐も入って、アナゴ八幡巻き、八幡巻きかな、八幡巻きだよね。で、貝、ウニ添え、貝、ウニ添え、すげえ。なんなら、麹焼きの麹とか、イカの方には振ってあるけど、貝のウニ添えも振っといてくれ。ウニ合いか。うん。ウニ合いも振っといてくれ。金箔黒豆、金箔いるよ。あ、これはちゃんと見えるね。で、さらに、赤西の、赤西貝、馬にもあるし、イクラ、醤油漬けもあるし、紅鮭の石狩漬けね。はいはいはい。入ってますよ。松前漬けあります。漬け、漬けが多いですね。まあまあまあ、そうですよね。どうしても、おせちはこういう海鮮は漬物系が増えるか。で、チーズインミと、急に洋が入ってきて、ふわわわ、しょうよ、なんとしめんじゃん。紫芋のきんとんに、さらに、こんにゃくうま煮に、紅鮭の白醤油焼きに、牛肉と香ばしぐれにあって、たらうま煮にあって、錦卵にゆず、オーロラ、オーロラ締めですよ。あーた、こんなもう、和中な感じか。どこかで、和のコーナー、洋のコーナー、中のコーナーというよりは、なかなかちょっと、二段重、三の重で、なんかいろいろと感情をかき乱してくる、この、もう、うん、なんか世界地図みたいになってるじゃないですか。すごいね。うわ、これが、23,600円ってことで、これはもう多分、親戚一同集まるところもこれなら十分でしょうね。すごいですね。というのがいいの。あとは、まあ、こういったのもね、我々みたいな、シングルだったりとかでは嬉しいのかなっていうのが次のやつですね。シングルというか、これは、老夫婦の方とかおすすめのやつが次のやつになってくるのかな。マイセン、和風ふたおりってことで、これ二段重じゃなくて、一段重かける2っていう形ですね。七よりかける2で、少量ずつ盛り付けした七よりの命名おせちです。命名おせち、命名おせちって何なんでしょうね。名品とかって言いますよね。この金、金辺に名っていう字で、品って書いて、名品っていうのがね、これね、スーパーマーケットのね、部署とかでよくあるんですよ。名品扱うのはサービスセンターで扱ってる製品のことです。名品って言うんですけど、業界用語なのかなあれ。まあ、確かに一般ではあんま使われない。あ、名品じゃない。名品、名店、名店だ。名店って使うのかな。名店、もの。しますけど、そういうのと同じ意味だと思いますけどね。いや、有名なところのその一流のものが揃ってますよというような感じの意味だと思います。はい、すいません、日本語詳しい人がやってきてて、すいません、その命名にはちゃんとしたこういった、平安時代につながるこういったような語源があってとかっていうのがあったら、すいません、コメントで書いておいてください。あと、コメントは拾いますので、ちゃんと。はい、すいません、ね、知らないことがいっぱいなんでね。で、さらに、これが、さつくじ昆布巻き、まあ、これはもうシンプルなやつですね。ただ、馬に、ね、知らない金はずっと、まあ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 、そのさっきまで紹介した中でない、さつくじのなさそうですもんね。はい、なんか揃ってます。和のやつが本当に揃ってるんで、ですからこれ多分ね、老夫婦の方とかでね、まあまあまあそんなに情報いらないしねというような感じのところだと、これでね、ちょっとね、一人一人、あとはね、やっぱ最近はね、やっぱし一緒のね、鍋とかもやっぱ一人ずつ分けてほしいっていう人もね、やっぱ多いらしいですからね。そういう意味ではね、このおせちもね、一緒の箸をつつくっていうのはね、ちょっとね、なかなか苦手な方もね、若い方は逆にそうか、結構いらっしゃるんでね、こういったのでいいんじゃないかなというところでございますね。これね、19,260円。わかりやすいですね。一人13,800円で、2分の1で一人5000、まあ、約6000円ぐらいか。5900円。やつになってきますんで、っていうことでございますね。まあ楽しみ。ちょっと豪華なお正月を彩るのにちょうどいいんじゃないでしょうか。
かというような感じのものが揃っておりますよというところでございます。さあ、さらに言うと、もうちょっとあるんですね。農村さんは何があるかというと、こんな感じで、北の幸おせちというのが入ってきてますね。さあ、何が入っているのかというと、これは、丸水札幌中央水産監修ということで、北の幸の海鮮おせちですね。すごいのが入ってますよ。32品目、そっと入ってますよ。北海道らしさを出した楽しいおせちです。1の字は海の幸を、2の字は大地の幸を。盛り合わせました。気になるじゃないですか。見ていきましょうや。海の幸。はい。豪華だね。豪華じゃね。ああ、もう。腹減ってくる。さあ、華やか野菜マリネ。野菜マリネ。で、北海道産水だこのジャンカラーラに、北海道産秋鮭のいい寿司。いい寿司風麹漬け。いい寿司ってのはすいません。食べたことがない。どんな感じのなの？いい寿司って、ごめん、全然想像がつかないけど、のこう風の麹漬けが入ります。で、北海道産、いくら醤油漬け。あれで、あれかな？鮭がなんかハスじゃないけど、なんか葉っぱの間にこう入ってるあの寿司のことかな？なんかありますよね、北海道の方とかのやつで見たことある。あれかな？違ったらごめんなさい。多分違うかもしれない。で、いくら醤油漬けもあった。すげえ。で、北海道産ホタテがいくらグラタン入ってるね。ああ、ここやな、グラタン入ってるね。結構比較的、ような感じも多い感じなんですね。ドライトマト、赤ワインにもあるし。で、昆布巻き、北海道産ですよ。で、北海道産、ケツブ貝。あやぼら、何ケツブガイってこれかな。はい、うまにだからこれっぽいですね。甘エビのエソカッシュ、あはに入って、で、さらに、ホタテ照り焼きもあって、はあ、で、甲羅、花咲ガニ甲羅焼きベニズワイガニのせん、あーた花咲ガニに北海道の方で取れるやつですよね。これ確か花咲ガニにベニズワイガニ、あーた豪華なものに豪華なものを、しかも豪華な貝に豪華な貝、あーたやってますねこれ、すごいな。で、北海道産まあ、たらこと昆布のうまみもあるたらこね、たらこですね、うおーすげえなあ、昆布の間にね。で、さらに、アワビの間にも入って。アワビがこっちかな。なんで、北海道産秋鮭のバター焼き。バター焼きも入ってるな。すごいな。味の変化、いろいろ楽しめるね。味付け、これも入ってるし。まあ、まず、味付けも入ってるし。下に引いたらね。で、その上に、カツの。これも北海道産なんだ。すげえ。で、2の10は、大地の幸は黒豆に寒天に、ゆり根入りきんとん、ゆり根入りなんですね。へえ、北海道の方だとゆり根使うのかな、こっちはもう使わないよね。で、さらに、白花豆に、あとこれは北海道産かぼちゃとクリームチーズのタルト、はい、ほう、タルトなんかも入ってるね。で、焼きとうもろこしのテリーナ、北の大地といえばとうもろこしですよね。はい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 。で、さらに北海道産、豚の、ローストスペアリブ、あスペアリブこれね見えてる、さっきから見えてた、すっげえ気になってた、存在感がやっぱすげえよ。スペアリブがおせちで食べれる時代なんですか、あーすげえ。で、国産紫キャベツのマリネね、あー彩り綺麗ですね。で、さらに北海道産牛のローストビーフも入ってる、ローストビーフも入ってる、いっぱい入ってるね。で、さらに、マッシュポテトが入ってて、あとセミドライトマトのマリネが入ってて、セミドライなんだ。へぇ、ドライトマトじゃないですね。ちょっと、これ、フレッシュ感があるのかな。で、さらに、ラムチョップ。味噌焼き、ラムなんですね。あ、北海道ですもんね。ジンギスカンデルの、ね、ところですから。ラムも入りますよ。ラム肉も入ってくる。いろいろ楽しみますね。で、さらに北海道産、栗かぼちゃ、に、クリームチーズをサラダ、
ほう、栗かぼちゃっていう種類のかぼちゃなの。栗みたいに甘いかぼちゃってことなのかな。で、さらに北海道産鶏のハーブロールが入って、北海道産インカの目覚めジャーマンポ、インカの目覚めジャーマンポって何なんだよ。インカの目覚めっていう、あれかな、あれかな、品種なのかな、なんか品種っぽいね、はい。ポテトとか芋系はね、結構ね、変わった名前の、品種ありますかね。これ前もデストロイヤー買ってましたけどね。あれは、さつまいもの種類、デストロイヤーってね、あったりとかね。ということで、ここに詳細が載っております。1960年、札幌市中央卸売市場、開業と同時に設立された卸売の老舗、お父さん水産物の付加価値を高めるため活動している、この札幌、何会社さんでしたって、丸水さんですね。すごいですね。ということでございます。北海道ですもんね。間違いない。北海道の北海道は。ということで、これが2370円、2200円で、まあ、フラグシップでと同じ感じですね。なんか、これぐらいの価格で考えたときに、やっぱ、クラシックなものよりも、よりね、こういった、ね、お魚とかいろいろ楽しみたいよねっていう人には、これ、いいんじゃないかなと。ね、はい、ということでございました。ブレてたから取り直したんだった。はい、でもね、そのまま入ってますからね。変な入ってないことだけのろ。まあいいや、編集なんで気合い。じゃあ次、お肉とシーフードを楽しむオールブってことで、次は肉おろしの小島監修ってことで、小島かな、んおっぽい、ですね、もうあれですか、ということで、なんとですね、次は肉っすよってことでございますね。これは、これはもう一品にしちゃった。一段中で2、3人前で19品目入ってますね。まあ、肉がトーンと。なんか見えるぞ。すげえけど、これ、よくよく見てみると、これ肉だけじゃねえよ、こだわってるところ。よく見てみると、肉同士も目立ちますけどね。見てみると、もち豚と、菜の花のミートパイってこと、もち豚使ってるんですね。もち豚好きなんですよ。これね、赤身がね、しっかりしてて美味しいんですよ、もち豚ってね。はい。うちもどっかの動画で、滋賀で買ってきたね、もち豚売ってる店があって、あ、もち豚あんじゃんって言ってね、もち豚の焼肉しましたけど、いつぞやのサブちゃんの、3時間ぐらいあるサブちゃんの動画ですね、山市の会ですね、そこで行きましたけどね、そう、もち豚好きなんですよね、なかなか売ってるところないですからね、ということで、ね、で、さらに、これで楽しめるといいですね、菜の花のミートパイなんですね、すっげー。で、さらに、霜降り、和牛、おばなざわのしぐれに、はーに、さらに、三山、三山椒ですね。で、さらに、伊勢海老のハーフテルミドールってことで、あった、伊勢海老、これ、あった、やっちゃってますね。あった、肉メインだよって言って、まあ、まあ、エビもいますけどねって感じでね、まあ、朝とかしロブスターを半身に入れてるぐらいなのかなと思ったら、あった、伊勢海老使ったの。あれやっちゃってます。大丈夫？大丈夫なの？高いよ。伊勢海老だと高いよ。あとロブスターでもいけたんじゃない？ああ、そこケチです。やっちゃいましたね、これ。すげえな。はあ。で、さらに国産紫キャベツのマリネ。で、さらに魚卵スープ。いやー、入ってるね。なんか魚卵スープだってなんか入れんなのかな？マヨネーズ風味にベニズワイガニの爪が入ってて。ちゃんとスワイガニですよ。はいはいはい。やってるわ、これ。やってるね。華やか野菜マリネ。で、さらにパンデリージャ、ピクルス串ですね。はいはいはい。で、ローストポーク、で、さらにキノコと野菜のグレーピーソースに国産人参とに玉ねぎのマリネに、まあ、オレンジ、コンフィーとかも入って、さらに、生ハムマリネまで入ってるんですよ。生ハム。おぉ、入って、あ、これか？入ってるね。ここ？あんた。すごいね。ロースト、サーロイン。シルエット出てきたら違う、ローストサーロインってあなた、どういうことだよ。あなたはもう、あなた単品で主役で勝てる人材なの。なんて言ったらいいの、うん、あなた1枚でね、もうね、サッカーで言うと11人分のね、戦力を持ってるんです。あなた11人分戦力を持ってるのにね、あたかも1人、ただ1人かのようにね、入ってるじゃない、うちただこのチームのエースなんでって感じで入ってるじゃないですか。あなたは、ね、だからヒカキンさんみたいなもんですよ、本当に。あなた1人で1000万ね、
取れるね、もうね、何百万再生も取れるね、力持ってるんです。このローストビーフさん、あなた、サーロインですもん、だって。ね。で、何さも、一員ですよって感じでね、伊勢エビとかと一緒になって、自然とこんなところに入ってるんですが、何やってるんですか。とんでもねコスパだな、これ。すっげえな。これね、ラスコそうだと思ってるのも見えてるんだけど、さらに、マッシュポテトに、栗かぼちゃとクリームチーズサラダも入ってて、瀬戸口さんレモンシロップ漬けに、ガーリックシンプル、シュリンプね、エビですね。入って全然、海鮮も楽しめるね。うわ、これで15,500円ですよ。やってるわ。やってるわ。3人前換算で5,000円ですもんね。やっでもね、あらららら、肉だけを楽しみに来たつもりのかなと思って、ふうふうふうと思っとったら、あんた、やってるね。とんでもね、完成度だわ、これ、すっごいですね。和牛をはじめ、肉の新しい価値を発信する1933です、それも。出身して、食肉卸し、おしまが監修した新しいオードブルです、ということで。いや、すげえわ。なんて戦力で揃えてるんだ、これ。戦力詰め合わせセットじゃダメじゃん、ダメだって、すごいよ、本当にすげえな。これガチャで揃えようと思ったら廃課金ですよ、ね、天井で全部揃えなきゃいけなさそうな戦力全部入っちゃってるよ、すごいな。さあってことでね、はい、あとは、これは和洋中おせち一覧中ということで、2人前分がね入ってるやつって形ですね。一覧で、いろいろバラエティが入ってる感じになってるそうですね。エビチリ豚バラチャーシュー、ザーサイ、コアラカプラとかも入ってて、いいですね。なんやかんやと、山田さん好きそうなもの入ってますよ。黒豆に、栗きんとん、カムリカンドに、トラウトサーモン、ペッパー添えとか、ブリ最強焼きとか、カズロコとか、オリシムとかも入ってますね。あと、ペッパーピアソーセージとかも入ってますもんね。まあまあまあ、一通り今までのところに出とった、前のところに出とったあのやつのちょっとをギュッとまとめた感じになってますよね。はい、っていう形でこれが12,000円、税抜きだとワン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 、1が5個揃っちゃってワン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 、ワン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 、揃っております。12,000円の商品が当たりますよということでございます。とそうですね。さあということで、他はまだねちょっとね変わったのもありますよということで、こんな感じでなんかすごいの来ましたね。芸春おせちと米沢牛63品は揃ってますよ、すごいですよ。またこれすごいの見えてるし、なんか下になんかすごいの見えましたね。隠しましたけどね、なんか見えたよね。てかまあ文字で見えてるけどね、米沢牛って見えてるけど何なんだってことなんですけど、ちょっと見ていきましょうか。これは祇園山文さんですね。祇園山文さん、ですから京都ですよね。はい、祇園の、老舗のところってこと。これ、宅配オンリーだしです。宅配オンリーの、商材ということで入ってきてます。伝統的なおせち料理に良質なすき焼き用米沢牛を加えた贅沢なおせちです。なんで米沢牛をつけちゃったかな、やっちゃってんね。ってことで見ていきましょうかね。一応、この後もさっと見ていきます。63円も。まだこれの、喉枯れそうめ。あと何個取らないといけないと思ってんだよ。わってことで、一応次回見ていきましょう。タツクルニが入ってます。はい。さらに、ハスの芽、梅酢に、さらに、焼き、湯葉巻きに、なんか下にちょっと見ながら、なんか気に、これ、ここから下、隠そう。なんか隠せねえかな。何かで隠せねえかな。お前で隠そう。隠れねえ。何やってんだ。これ、隠れねえ。ダメだった。いや。そんなバカなことやってないで、とっとと呼んでこう。紅かまぼこに。幽庵焼きも、これは西の幽庵焼きも、やっぱ幽霊の幽になってますね。叩き込むロブスターが入ってます。これはちゃんとロブスターですね。安心した。米沢牛持ってこられてね、伊勢エビって言われたらもうね、破綻しますから、もうこの企画。私の喉が壊れて破綻しますから。何やってんだよってなっちゃいますからね。ノブさんでいいです。大丈夫です。十分です。はい。十分大丈夫です。はい。で、博多港や、これエビデオンですね。博多港や、どんかちょっと違うんでしょうね。で、博多港やほうれん草。あ、これだ、博多港や。高野豆腐とはまた違うんですね。はいはいはい。で、
九条ネギ、まあ京都ですね、卵焼き、はいはい、で、さらにあと向こうってネギ入りの卵焼き多いんですよね。なんか確かに京都って、うん、ネギ入りの卵焼きを作るし、なんか家もなんやかんやよく一般的には作るんだよね。うん、どうなんでしょう、他の地域は作らなかったりするのかな。まあいいや。で、だって巻きもあります。でオクラの浅漬け、へえ、オクラの浅漬けが入って色合いが良くなりますね。はい。でさらにキンとあります。あ、渋皮栗の甘露煮もあります。まとまりつけに黒豆に白花豆に黒白って感じで、色合いのやっぱコントラストの付き方がうまいですね。さすが新白ところとか。でさらに現代感も出してきますよ。ミートローフにローストポーク、カタカナばっかしやこれ。ミートローフ、ローストポーク、アンデスポーク、ポークポーク、アンパン、ローフか、ローフポークポーク、ローフポークポークのチキン、チキンにチキン、ね、ロイチーズ焼き、桜鳥鳥、マニネキンにブロッコリー、ベジタブルに、ハンバーグ、ハンバーグ入ってますね。すごい、ハンバーグ、ハンバーグなんだ。すごいですね。で、さらに、カニ爪テリーヌマヨネーズ、テリーヌ入りますね。はい、マヨネーズソース入りました。で、さらに、カミネテリーヌのオーロラソースも入ってます。すごいですね。で、さらに、豆乳と野菜の新庄、豆乳でいくんですな。ボホー、すごい。で、豆乳と野菜の新庄、かぼちゃもあります。あ、これ真ん中だとですね、色合いがいいですね、やっぱ。あれ、さらに、焼きかまぼこ、チーズ風味にしたら、それすごいですね。酒に合うじゃん、全部酒に合うし、レーズンレバーの酒団子、海鮮サラダにイカス漬けに、キャロットラペに、北海道三平鮭の燻製に、ライプオリーブロールケーキ周りのわー大福も入って、でさらに3の重が入ってきて、赤魚のからすみ焼きにホッキつみれとか、すごいですね、大根焙煎ごまサラダに紙風味、かまぼこと土佐漬け、かまぼこも普通にしとけば、かまぼこ、紅白かまぼこですわ、すごいねってなるのに、カニ風味だし、上に、土佐酢漬けにしちゃって、まあ、こだわるね、すごいね。で、数の子に、アイガモスモーク、チキンロール、ごまあん入り、ササフ、ササフ、あ、ササフ入ってきますね。そういや、今までなかったね、ササフ、はいはいはい。やっぱこ西なのか、ササフは。で、彩りなますに、五代、笹漬け、金柑、油桃、エビ、紅白なますに、マス、醤油、いくら、クラゲの酢の物、中華風、ホタテ、チョウが、あい、くるみかんのに、ごま団子、最後にドンと入って。見えてるね。見なかったことにしたいね。見なかったことにしたいけど、これにさらに、とどめが刺されるわけですね。米沢牛ドンとロース 200g、 モモ 200g、 合計 400g がついてきて、全部合わせて 26,500円。もっといくんじゃないと思ってたら 26,500円で収まるんですね。おお、ね、これすき焼きまで楽しめるなんて、もうたまらないね。米沢牛ですよ、すごいですね。ってことは冷凍で届くのか、はいはい、ですから日持ちもするんですね。解凍したら2日間って形でね、いいですね。はい、あ、肉は解凍したら当日でお召し上がりくださいということで、これで10日まで受付できますよということでございました。さあ、でさらに、これも高橋系でいくと洋風オードブルなんかもあります。これ木八さんの監修なんですね、すごいですね。これはもう完全にような感じですね。アンデスポークに、アイガムスモーク、キャロットラペやスモークサンドとかで、ライブオリーブオリオン並み、生ハム、アンカンズにと、まあ、完全にもうような感じですね。だってロリオクンゼ、レモンシロップ漬けやローストビーフのマリーノ、トリュフソースマリーノ、はいはいはい、両団様が木八オリジナルスパイシーシュリンプ、シュリンプ、エビもしっかり入ってますね。はい、で鶏スパイシー、手羽中、あ、手羽中だけ入ってますね。で、スタッドオリーブ、ブロッコリー。手羽中はね、手間加えないとちょっとあれですけど、手間を加えると非常に美味しくなりますからね、いいんですよね。そう。で、魚取り、マニネ、チキンに、ニシン、マスタード、あ、さって感じね。とか、パフェアイスまでついてくる、いいですね。ような感じ。やっぱね、新しい人の好きな人、こういうのがいいですね。1万3000円で入ってますよ。2人前21品目と。で、さらに、北陸、美味、めくり、おせちってことで、これは、北陸ですね。
取り上げの一部を、令和6年、能登半島地震の子ども食堂応援基金に、寄付しましたことで、これ前のね、またね、さらに豪雨もあって、もう大変なことになってますからね、なあ、本題蹴ったりなことになってますからね、今年はもう本当に能登の方は大変なことになってますから、で、なかなかこってもね、行くに行かん。こうしに行くにもちょっと厳しいところがありますからね、ああなっちゃうと。ということで、こういったね、食べて応援というのはね、能登のやつがいろいろと入ってますよってことですね。能登豚味噌に、何クコの実なのかな、勾配寒天、追い皮甘露に、椎茸に、そら豆、黒かじきのごぼう締めに、人参、玉ねぎマニーね、チーズかまぼこ、バジル、チーズロール、小きゅうりとか、比較的ような感じがメインな感じなんだよな。和洋折衷な感じかな。折衷だと中が入るのか。中は入らず、和洋でもうまとめてる感じですかね。が見れますね。そこに、まあ、レモンシロップ漬けとかもあるし、で、佃煮なんかも入ってますよね。で、能登牛のそぼろとかも入ってるっていうのが、このあたりか。あと、ホタルヒカが、あれか。富山県産のやつとか。あと、加賀野菜の、スレンコン。加賀野菜スレンコン。加賀の方なのかな、これ。あるみたいですね。が入って、これがずっと28品目入ったのが1万5800円となってますよ、ということでありますね。で、さらに減塩おせちもありますよ、と。これはクラシックなやつが原因になってからですね。赤魚って33品目入ってるんですね。3人前分ぐらいってこと。全部333で入ってますね。もう3で決め打ってる感じで、ね。だって巻きとか、まあ入ってる品目的には一般的なやつで、これが塩分約 40% になってますよってことでございますね。特になんか、絹さやとか小鮭とか入ってきてるの、野菜がちょっと多めに入ってるのも手堅いかな。小麦風とかね、ごぼうにもあるし。はい。という感じで、これが1万5000円というふうになってます。もう一人でもさ、もう5000円予算ぐらいのところで、いろんなアイテムが、やっぱこのあたりを、一人頭5000円になるぐらいの予算で、メインブレーンに持ってきてるっていうのが一つ特徴になってくるのかなというところでございましたね。ということで、レトロのお届けですよ、ということでございました。で、さらに、いろんなね、オードブル品も揃ってます。この辺りはやっぱり、これはね、スーパーとはまた違う感じで揃えてあるのが面白いなと、みんなから思いました。まずは、パーティーに切り寿司セット。まあ、握り寿司とかもいけるようになってきてましたからね、最近は。すごいですね。はい、2250円。と小ぶりな感じで作ってあるのかな、家族で楽しめる、やつで、何貫入ってる、これ2、3人向けってなってますけど、1、2、3、4、5、6、6の、あれ、手前にはあるからね、あれかな、90、12、13、14、15、15、17、18、だから、まあ、9皿換算ぐらいで見て、ですからね、なるほど、あ、いいですね、という感じでございますね。うん、まあ、定番品がさっとそうっていう感じかな、マグロの、品目はそんなに書いてないんですけど、サーモンとかがメインになってるのかな、これ、感じですかね。うん、に、貝とか、イクラとか、アナゴに、エビ、卵って感じですね。定番な感じが入ってる感じですね。なるほど。うん。まあ、コンビニで一緒に買えちゃうんだったらいいですよね。っていうことですね。で、さらに、キンパが入ってきます。やっぱ、キンパの方のが、多分管理しやすいんでしょうね。もう見たところ、キンパが入ってきますよ。ということで、サラダキンパ、黒キンパとか、豚のキムチキンパを聞きました。お子様から大人まで、家族で楽しみます。キンパ3種セットが、これで1480円ということでございますね。キンパセット。これもカットした状態入ってきますね。ありがたいですね。で、さらに、デリオードブルもあります。オードブルもね、こういうのも買えるようになってきましたね。マリネとかいろいろと入ってるんで、まあですから、クラシックからやるにプラスアルファこれを頼むとかっていうのも一つ手になってくるのがあるところでございますね。まあ、これで、ね、料理のに合わせても、で、まあ、華やかにするのも手ですし、いいですね。はい。入ってます。9品目いろいろと入っている。まあ、サラダとか、そんな感じのね、軽めのやつがメインになって2860円。で、さらに、サンドイッチパーティーセット、サンドイッチだっていきますよ。おせちの時期でも、やっぱサンドイッチとか食べたくなることもありますからね。まあ、いいですよね。結局ようなといいですかね。で、ブロッコリー入り卵サラダのバゲットサンドとか、ツナサンドにサーモグリムサンド、生ハムサンド、生ハムと巻くとね、卵サンドと巻くとザッツサンド、ハムチーズ巻き、卵サラダ巻き詰め合わせがあって2380円、2、3人気ぐらいの、まあしっかりとボリュームの感じになったとかということでございますね。で、さらにこれは年末用ですね。ダブルオボエビ天そば、エビ天そばもこうやって感じです。これはお値段がね、ネイビティフサート入って694円、税込み750円ってことなんです。すごいですね。
これは美味しそうなやつ。これが冷凍唐辛子でレンジで温めて食べる形で、よく最近あれかな、コンビニのその麺コーナーで、チルド麺コーナーで売ってるような感じあれになってくるのかなということでございますね。はい、いやエビ天がどんな感じに仕上がるんでしょうね、気になりますね。はい、という感じで大エビ天ドーンと入ってますね。でいいからね、750円ということでございます。あなたとかはね、なんか有効にとかになってますね。はいはい、持ち込みが。ちょっといろいろと、変わってますね。これだったらちょっと気をつけていただいて、詳しくはね、コンビ、サイトでも見れますんで、サイトリンク貼っときますね。そなたとか、また見ていただいたらいいのかなと思います。ということでございます。一応、受け取りは年末ね、受け取るパターンと、年明けに受け取るパターン、両方できるんですね。あ、そうかね、土地越しのパターンもありますしね。なるほどな。という形ですね。で、さらにお酒も買いますよ。やっぱ酒、ありがたいですよね。ということで、八海山。そこですね。やっぱ、まあ、こういう時に飲むのって言ったら定番の八海山ですね。で、さらに飲み比べます。これいいですよね。一回の、ちょっと八海山ちゃんと飲んだことないんでね、飲み比べは行ってみたいな。普通にこれを買ってみたい、気がします。2530円で、飲み会ですもあります。まあ、基本的にはこういう風になったら、私の場合は基本、純米吟醸あたりが好きになってくるんで、純米酒、純米吟醸好きなんで、純米大吟醸。純米大吟醸だとね、でも大吟醸にするんだったらね、正直ね、純米大吟醸と大吟醸だと大吟醸、ああ、難しいところなんだけど、そう。ちょっとまたか、そこまで香りがなくなってくる感じがあるんですけど、どうなの？飲み比べたら違うのが気になるな、書いてえな、って感じでございました。で、さらには、これは初亀、これは純米吟醸、純米吟醸、これくらいね、俺の好きな感じっぽい気がする。酒造、公的米、誉れ富士、はい。静岡工房で醸したり、静岡のお酒なんだ、気になりますね。へぇ、2800円、まあ、3080円でしたですよね。うん。軽くて出したら、私好きな感じですし。で、さらに、土井酒造場さんが作った兵庫県産山田錦です、やっぱしね。はい、40% の味覚ってこと、大吟醸ですね。開運を、この磨き精米具合っていうのところで大吟醸かどうかが決まってくるんですよね。だから、その芯の部分だけを使えば使うほど、要は、その芯のど真ん中の部分がだけを使えば使うほど、美味しいお酒になる。まあ、簡単に言うと美味しいお酒になるよ。まあ、実際にはその風味の部分の話だとか、ちょっといろいろと変わってくるんですけど、うちの場合は正直、純米、吟醸くらいが一番好きっちゃ好きかな。大吟醸だとすっきり しまくってるんで、ほんと水みたいになってくるんで、フルーツとか、フルーツジュース、水みたいな感じになってくるんで、お酒感を楽しみたいんだと、意外と純米吟醸くらいが私好きだったりしますけど、大吟醸もあります。4,108円ってことですね。飲みやすさで言ったら多分絶対こっちの方が飲みやすいですしね。うん、おーという感じです。いいですね。で、さらに、旭山ですね。はいはい。新潟の、自然と風土が咲くんだ。で、これは、敵前は、腰の鍛錬かな、確か。腰の鍛錬、現状に使ってます。で、クラビとか、モテる限りの技で買いました。旭山の最高峰。旭山はね、見かけますよね。比較的、こちらの方でも、酒屋さんとかに見かけるやつなんで。まだちょっとね、実は旭山飲んだことないんでね、ちょっと、一般の旭山もちょっと行ってみたいところですよね。なるほど。で、さらに、これは、ワインですね。ジョージア出身の、元大関、栃ノ心ですね。手掛ける、こちらのゼミスイートワインが入ってます。西系の数量限定ラペルゴのものが入ってますよってことで、これはジョージアンですね。ジョージアン、カインズマラウリかな？で、これ2022年ものですね。入って、3年ものなのか。入ってますね。そうです。ジョージアさんのやつが入ってきますよということでございますね。昔のグルシアスですよね。はい。感じでございます。入ってきますという形でございまして、この辺もいろいろと、ちょっとこれ早いですね。お酒は、締め切りがちょっと早いみたいです。ちょっとその辺りを気をつけてもらったらいいのかなと。いうことでございます。年末受け取りのみ出しですね。その辺りもちょっと気をつけてもらったらいいのかなというぐらいでございました。
ということでね、いろいろと共謀表記のやり方とか書いてありますけど、もうね、さすがにやりすぎたんで、もう1時間18分も経ってるんで、ささっと流していきますけど、まあ一応ね、お届け、一応あるんだ。どこができるの？ウルマとかできないの？何？国神軍とか書いてあるけど。あ、島か。はいはいはい。の方はできないですね。なるほどね。という形でございます、ね。まあ、いろいろとありますね。まあ、この点はね、気になる方は見てもらって、島嶼部ですね。対馬とかね、島嶼部とか、そっちの方だと、奥州とかね、ちょっと変わってくる場合がありますよってことで、まあ、いろいろと書いてありますんで、まあ気になる方は、いろいろと見てもらったらいいのかな。まあ、カタログはね、手に持ってもらって、もしくはインターネットで、ね、リンク貼っときますので、そちらを見ていただいてね、してもらったら、特に早いとね、こんな感じでいろいろと、特にアプリを使うとね、お得になるのがいろいろとあります。やっぱり、今アプリ訴求、他のところもそうですね。特に、ファミマさんとか結構がっつりやってたかな。という形で、こういった、アプリ登録とかも重要になってきますんで、まあ、これはね、リンクのところで押せっていうところから、そこからね、またいろいろと、登録はこちらみたいな、いろいろとあるみたいなんで、そっちを見てもらうといいかなという感じでございます。という形で、いろいろと au ペイとかも使えて、便利な感じになってますよ。ということで、ローソンさんのおせちこんな感じ。まあ、これがね、いわゆる基準点になってくる。ローソンさんを基準点にしてね、いろいろと見ていこうかなと思っておるんですけど、いやー、とはいえね、言うてちゃっかりちゃんと品目数が、ね、しっかりとある感じがね、おせちしっかりと力入れてる。オリジナルのところをやはり押してくるっていうところで、ただ、その他のバラエティのところも、なんか結構のべつ物体を打つんじゃなくて、それぞれこういうのが好きな人にはこれを選んでもらいましょうみたいなところが、ちゃんと気持ちができてるんで、そのあたりとかがしっかりと思い切ってくるしてある感じが。垣間見えるのかなというのが感想でございました。まあ、この後ね、またクリスマスケーキ見てくださいけど、もう、とりあえず使えたら一回ちょっと。つか腹減った。ダメだ。やっぱこのシリーズ腹が減る。ちょっと飯食って、次に備えたいと思います。ということで、この動画ね、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。次はクリスマスケーキ、ここはローソンの、見ていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。